こっちがバイパスなんかな、こっちが旧道なのかな。あー、なるほどな。ああいいんだ。そっちの信号が変わってないと、変わってないかと思ったら歩道は変わるんですね。変速だ。あーでこれは自転車専用だ。あすげえ、こんなに取ってあるの、めちゃくちゃ広。こんだけちゃんと取ってあったらいいですよね。あの四日市のセーフビリーのね、ね、いやいやね、自動車専用のね作るのはいいんですよ、いいんですけど、ここ最近作ってる自転車専用の通路が、ここで自転車逆に危ないやるレベルの狭さのところありますからね。もうだって車道の中に書いてますもんね。あれ怖いなと思いながらね、見てますけど、こんだけあったらいいですね。ほんと広い。そうでも本当に鉄道の、ね、乗って出かけるよっていうのが、年末にそれこそ半田来たい人って、あの名鉄ターミナル以来ですからね。そう言うて途中でね行くのがね、まあ、あの時間もなかったのと、ね、土曜日も仕事でロッキン中でやっとったので、なかなか出てくるのが難しかったとかっていうのもありますけど、まあそれに加えて例の金融危機がありましたからね。あれはだいぶこさえましたからね。1日の食費300ね、多くて500円以内でね、1日の、ね、生活費がねで抑えてって言ってねやってましたからね。もうすごい時は1日の食費が100円以内で収まるっていうね、超節約やってましたもんね。いやー、もやしは正義でしたね。ちょっと気分がいいと、ちょっとお財布の機嫌さんがいいと、よし78円のちくわを入れるぞってね、もう超機嫌がいいと98円のちくわを入れちゃうっていうね、お肉んなもん高くて入れるかっていうね、感じですよね。何かやったらちっちゃいパークでも200円ぐらいしますもんね。ちくわやったら高級ってちょっといいちくわでも198円とかですからね。まあ山さんちくわとかやったら400円ぐらいですけど、そうやね、山さんのちくわとね安い外国産の肉のパックって変わらないですもんね。そう考えるとやっぱちくわってすごいね。ちくわ正義っていう。ここは、ああ、宅急便が、ヤマトのセンターなんや。まあまあ、時間は全然たっぷりありますんで。なんだちょっと途中どっかへ もう人より下ぐらいなんやけどな、多分今からね直接オッカーついてから東海電線乗って名古屋の方に向かうと多分だいぶ混んでますからね。どうしような、
オーブからやったらもういっそのこと岡崎に出るっていうのってか、でもな、 JR だからな、 JR で岡崎出てもね本当になんもねえんだよな。日が丘まで歩いてみるか。でもね、多分ねカメラ回せないと思うんだよな。ゴールデンウィークのど真ん中っしょ、相当混んでるでしょ多分。だって今日もね、幸男さん、キブサさんのところのツイッターね、フォローしてるんですけど、11時前でしたもんね。10時45分と50分ぐらいにもう並び終了っていう。ちょっと待って、開店前じゃんっていう、どんだけ並んでたんでしょうね。ちょっと一回探してみてみたいぐらいですけどね。すごいな。おー、でっかいマジバチャップン。あ、まあ言うて歩くとまあまあ距離あるな、やっぱし。逆に日本語ぐらいになるかな。あ、ジャパデンある。あ、ジャパデンやったらちょっと一人やと割り高になっちゃうからな。あ、ちなみにジャパンレンタカーってなってますけどね、カラオケ屋さんですからね。お店によってはレンタカーやってなかったりしますからね。ああ、ここは多分レンタカーもありそうやけどね。ああ、ジャパデンはどこもルーム清浄機なんてね、大人数で使うときには本当に超コスパいいんですけど、あと持ち込みがね昔から OK っていうのもね特徴ですよね。自前で飲食やらないんですよね、ジャパデンは。普通のカラオケ屋さんとそこら辺の発想がね真逆ですからね。あくまでもレンタカー屋さんのね手つきを使って、スペースもいっぱいあるし、じゃあカラオケルームね、昔だから昔やったコンテナをね、そこに置いたらええやないかっていうような感じのね発想ですからね。今やカラオケの方の方がなんかメインな感じがあるぐらいですけどね。そんなもんでね、持ち込み OK だから近隣から出前だと頼んでもいいよっていうね、サービスなんかサービスでもありますもんね。カラオケ屋さんの部屋の中にその近くでその出前サービスやってる地元の、ね、中華料理屋さんとかピザ屋さんとかの、メニュー表があって、電話でねやったら出前サービスで使って全然大丈夫ですよっていう。なんで結構近隣の飲食店はウェルカムなところが多いっていうね。他のところだとね、自分のところで作るんで、逆にね、お客さんの取り合いになってしまうっていうね、こともあるんで、まあそこのところはね、うまいこと、やる。まあね、単価を上げないといけないから、飲食食べてもらわんとあかんっていうね、ところはあるんですけど、そこ無理しないっていうね。あくまでもメインはカラオケでっていうので、近隣のところとね、そこのところはね、毎日やると、そっちの方が結局長続きしますよね。これをまっすぐ行って、歩道めっちゃ狭くね。自転車専用道はね、さっきから同じ広さちゃんと保ってますけど、歩道狭いなぁ。自転車道通りゃいいだけの話が気がしますけど、自転車道に出よう。これは狭いな。ここに看板も来とるで。
で、うなぎ屋さん、便長たい焼きだんだ。あのところガールズバーなんかもあるんだ。設定安いの。40分1500だったの。気分もするけど、全然知らなかった。まあ、こっちの通りは。こっちは魚屋さん？あ、金魚か。こっちの魚か。こっちはあっちの魚屋さんでしょうね。あ、違う？新鮮市場、違うか、一緒か。そうですね、金魚、よく見たら、金魚と思ったけど、違うな、貝だな。じゃあ食べていい方だな、ね、大丈夫ですね。で、食べていいところがあって、はんぺん屋さん、あ、まあこの辺りですよね、はんぺん屋さんもあって、で、そこは魚屋さんじゃないね、人形屋さんなのかな。で、あ、これがニトリか。ということはその手前の信号の中にはいいのか。そこか、そこの中でいいんか。よし。ああ、着いた着いた。結構歩いたね。はあ。